9月に入り、市場にも続々と秋の魚が訪れています。新潟市江南区の新潟市中央卸売市場では午前5時ごろからサンマや秋サケなど秋の味覚の競りが行われていました。今年はちょっと遅れましたけども、8月後半から、徐々に入荷はしております。温暖化による海水温の上昇などを背景に近年不漁が続いているサンマ、今年の漁獲量も平年の7割以下で、価格も平年の1割ほど高くなっているといいます。とはいえサンマは人気が高い秋を代表する魚、そこで新鮮なサンマの見分け方を教えてもらいました。まず目が澄んでいることと、あとこのくちばしの黄色くなっているものが今一般的に鮮度がいいと言われてますので、この2つをあの特に気をつけて選んでいただければと思います。鮮度が落ちてくると目が濁って白っぽくなってきますので、澄んで透明なものを見て選んでいただければと思ってます。今競りが行われている秋の魚は北海道産のものが主流となっていますが、秋が深まるにつれ東北などでも取れるようになります。いろんな食べ方があると思うんですけども、やっぱり素材の美味しさを一番感じるにはシンプルな料理方法、やっぱり塩焼きというのが一番シンプルで素材の鮮度感を一番感じられる食べ方だと思ってます。サンマは11月ごろ漁獲のピークを迎えます。お求めやすい価格でうちはしても販売していきたいとは思ってます。